はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日の FX なんですけども、回答はですね、こういう風になってますね。ご質問から読んでいただきましょうか。8時45分現在 N 波動を形成しようとしていますけども、というところなんですけどもね、この N 波動の入り方ですけども、上級者の方はまあここから入ればいいと思うんですよ。これはね、本当上級者難しいんですよ。ロスも覚悟しての上でのエントリーですからね。まあ現在エントリーしていれば、まあまあ利益は取れているのかなと思いますけども、そっから転じて、ちょっと丸が見えなくなっちゃったな。こうなってですね、上級者の方はこれを取りに行くわけなんですよ。で、ゾーンを抜ければ N 波動になるでしょ。で、中級者の方はこの辺で入るということですよね。で、まあ、成績がまだ振るわない方はこの辺り抜けたのを確認して入ってくださいということですね。抜けたのを確認して入れば、ダブルボトムになることは考えなくていいわけなんですよ。で、次なんですけども、ゾーンで再度反転した場合ダブルトップになるという可能性もあると思います。高値圏でダブルボトムなんで下の方にグッと下がりますよね。で、上級者で入っている方はやっぱりこの辺で、利確した方がいいのと、あとはね、ゼロラインってのが入れられるんですよ。ゼロラインね。だからもう今ゼロライン入れとかないといけないですよね。ロスカットラインを上にぐーっと引いて、もうあとはね、抜けて N だけを見ていくって形です。はい。で、N 波動を期待してポジションホールドするかということですけども、ポジションホールドですけども、あれですよ、ゼロラインは設定してください。要するに、ロスカット食らってもマイナスにならないところまでロスカットラインを上に上げていくわけですよね。でこれ上級者だからできるわけなんですよ。根っこで入ってるから。で、ダブルトップを危惧して利食いするか、これでもいいと思いますよ。今もう利食いしちゃったらどうですか。で、どう判断すればいいでしょうかってことなんで、もう今、利確したらいいんじゃないですかね。で、抜けたらね、またこう改めて入ればいいじゃないですか。要するに、初心者はここから入りましょうっていうのをやればいいんですよ。まあ、ですんで、ちょっとあれですよ、この質問が出るってことは、すいませんけども、ここからもともと入ることを狙って、様子を見た方がいいとは思いますよね。要するに、根っこから入るとね、そのダブルボトムとか結構リスク被るんですよ、ここからは。ですから適度な資金量と覚悟がないとできないですね、ここから根っこから入るのは。はい、次、右の図の丸のポイントに来た時の移動平均線の向きや角度、丸ってのはどこだ、右図の丸ってどこですかね。ちょっと右図の丸が確認できないですね。 1,2,3 って書いてあるところですかね。のポイント来た時の移動平均線の無視や稼働、プライスアクションを見て判断という感じでしょうか。はっきり言ってね、移動平均線は、そうですね。1に来た時よりも2に来た時の方が、移動平均線は広がりが大きいと。3はもっと大きい。だからこれは上昇を確信してもいいかと思いますね。あと、N 波動になるか E 波動になるかどう見極めればよろしいでしょうか。これは私はわかりません。N 波動、E 波動は私まだ全然手を出してないんで、これは中村トレーダーに質問してください。こちらも N 波動の終点に来た時のプライスアクションを見て判断でしょうか。これも合わせて中村トレーダーに判断ですね。だから私と中村トレーダーの力の差はここにあるってことです。私はまだ E 波動を使ったことがないんで、 E 波動に頼らずとも利益は出せるということですね。以上1点目の質問です。2つ目、 N 波動の起点に関して、 N 波動は1波と2、3波が同じ高さになると言われてますが、1波の起点はどこを起点と捉えればいいでしょうか。これもね、中丸トレーダーに聞いた方がいいと思いますよ。ここはね、私意識してないんですよ、全く。1波と3波とかね、とりあえずそのテクニカルの本当基礎ですね、形だけを追って利益取れてますんで、それ以上の学習は進めてないんですよ。で、逆に言うとね、最低限のことをしっかりと基礎固めがものすごく濃い密度でできていると、たくさんの物事を知らなくても利益は確保できていけるかなってことですよね。で、あとは利益幅を大きくしたかったら、新しい理論理屈を覚えたりとかね、この波動ってものをもっともっと細かく、学習していく、もしくは私の場合はロットを上げるっていう、資金量があるからロットが上げれるんですね。ここがすごく大きなポイントです。資金量がないと、たくさんの学習の中からリスクを減らしてチャンスを取りに行くっていう風なね、思考になっていくんですけども、私の場合は多少資金がなくなってもなんとか回復できるっていう、おごりがあるんでしょうね、きっとね。ですんで、FX でダメージを受けても、資金追加ができるっていうところでね、
まあ、ほぼ資金通貨追加はしてないんですけども、あの1回こっきりなんですけどもね。まあそんなところかな。はい、 N 波動の起点に関してはこれも中丸トレーダーに質問した方がいいと思います。私じゃあ正確な答えができません、申し訳ありません。でもまあ先ほどのねご質問答えられたんでよかったかなと思います。以上、またご質問ください。